紳士の皆様こんにちは。オーダースーツサダの岸上と木村です。今回はネクタイピンの正しい付け方とポイントをご紹介します。ショート動画で以前少し紹介しましたが、ネクタイピンが本来どのような役割か、どう付けれると綺麗に見せれるかなど3つのポイントに絞って解説していきます。本来の役割っていうタイトルがすごい気になりますね。そこも深掘りして紹介していこう。まずネクタイピンをつける目的としては、かがんだ時などにネクタイをブラブラさせたくない、押さえておきたいためであったり、ネクタイの立体感をキープするためです。早速解説していきます。1、正しい役割。ネクタイピンはネクタイ着用時の印象をきちんとするための役割を果たしています。さらに最近ではファッションアイテムとしての役割も果たしているんです。上手に使いこなしている人が少ないですが、役割を理解して使い始めるとこなれ感やできる感を演出してくれる重要なアイテムです。スーツも同じで、スーツといえば3ピーススーツのことを指していて、これが時代の流れで2ピーススーツ、ジャケットという感じでどんどんシャツが見える形に変わってきたという背景があります。ジャケットを脱いだ時にネクタイがブラブラしていてはみっともないですよね。トイレ等で手を洗う時にも煩わしくて仕方ないと思うので、ぜひネクタイピンを活用してみてください。続いて2、つける位置。つける位置ですが、ジャケット着用時には首元のボタンを1つ目として、第3ボタンと第4ボタンの中間ぐらいですね、この辺りにつけることがおすすめです。中にはネクタイピンをつける位置を下の方につける方もいるかなと思いますが、もともとネクタイには証券同士ループがなかったためにネクタイがブラブラしがちだったんです。そのため下の方につけていたりもしましたが、今のネクタイには証券同士ループが基本的についていますので、高い位置でつけることをおすすめします。つまりジャケット着用時のネクタイピンの活用はネクタイの立体感の維持に適しているんです。シャツスタイルでは首元のボタンを1つ目として第4ボタン、第5ボタンの中間あたりにつけるといいです。ノージャケットであればネクタイピンはほぼ必須アイテムですし、マナーの一つとして取り入れましょう。シャツスタイルだったらもうマストでつけたいですね。そうだね、ベストやカーディガン着用時はネクタイピンなしが、ベターかな。すでにもうネクタイ固定されてますもんね。そう、ネクタイの露出がかなり少ないのにネクタイピンを加えてしまうとかなり余裕がなく窮屈な印象になってしまいます。おしゃれな着こなしとして3ピースでベストの上につけることもできます。ただベストを脱ぐ場合もありますので、ベストの下に隠れてしまいますが、ネクタイピンを仕込んでおくのもいいと思います。3、着こなしでできる感を演出。ネクタイの結び目が少し緩んできて首元のシャツの第一ボタンが見えてしまうことがあります。よくありますね。大丈夫？このような場合に2ピース、3ピースであってもネクタイピンの位置によってネクタイに立体感を持たせることで隠すことができます。ネクタイの結び目あたりに見える首元のシャツは少しカッコ悪いので見せたくない部分です。ネクタイピンは装飾品として見せるわけではなくて、首元のカッコ悪く見えてしまう部分をフォーマルに着こなすために重要な役割を担っているんです。めちゃくちゃ便利ですね。最後におまけでおすすめのネクタイピンです。現代では3ピーススーツばかりではないので、ネクタイピンが見えてしまう場合におすすめのネクタイピンをご紹介させていただきます。これはもう今までの流れ通りですが、シルバーやゴールドで装飾のない極力シンプルなものがおすすめです。先ほど解説させていただいた通り、本来のネクタイピンは裏方のアイテムで見えないのがベストなので、もし見えてしまう場合には極力シンプルで目立たないものがいいです。ダサ見えしないネクタイピンの正しい付け方とポイント3選、いかがだったでしょうか。時代の流れも相まってネクタイピンの役割自体が変化しつつあるのかもしれませんが、ルーツを知ることでさらにかっこよく大人な見せ方ができるかと思います。ネクタイピンって見せ物じゃないんですね。本来の役割を知らなかったのですごい勉強になりました。もちろん今はおしゃれなネクタイピンも出てると思うから、時代によって見せ方は様々だと思うけど、成り立ちを知った上でネクタイピンを選ぶと面白いと思うよ。ということで、ダサ見えしないネクタイピンの正しい付け方とポイント3選の紹介でした。このチャンネルではこういった男性のスーツの着こなしや
シーンに合わせたマナーなど、紳士的でかっこいい男性になるための情報を発信していますので、次回の動画もチェックいただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また本動画で説明した歴史や成り立ちの説明についてはあくまで諸説あるうちの一つとしてご了承ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。